これイヤリング、ありがとうございます。イヤリングじゃなくてですね、これは髪飾りです。はい、ハートとリボン、ここにもハートがついてるんですけど、これ色違いの、ちょっとすいません、髪 色違いです。なんかこれちょっとすいません、ちょっとあれなんか変なボソボソって、すいません 色違いなんですよ。はい、ラブライブさんではないんですよね。そうなんですよ。背中カラー、ありがとうございます。今日は横にゃんカラーです。夕ご飯食べました、食べましたよ。それもエリですか。エリもそうなんです。アイドルらしい曲でございます。魔法少女、確かに 確かに。せっかくなので、そうですね、全身お見せさせていただきたいと思います。めっちゃドキドキ。本当ですか？ 嬉しいです。今日のはカニ玉。おー、カニ玉、なんだろう。ピンチで中学生みたい。本当ですか？ なんか髪飾りはなかったんですけど、ちょうど横にゃんカラーの髪飾りを、はい、持っていたので、そちらをつけてみました。ミートソース、おお、美味しいですよね。こんばんは。じゃ、せっかくなんでお見せさせていただきます。はい、髪型は下目のツインテールで、ちょっとふわんとしてくくってみたんですけど、ちょっとボサボサになっちゃってすいません はい、ハンバーグもいいですね。丸めが、本当ですね。ちょっとそうですね、じゃ今度丸めがね配信もさせていただきます すいません。はい、髪飾りはハートとリボンの横にゃんカラーの髪飾りです。見てる、最強、やったー。で、お洋服はですね、なんか横にゃんカラーのお洋服なんですけど、じゃあ立ってみたいと思います。スカートはですね、結構長めなんですよ。こんな感じです。長いスカートです。はい、こんな感じです。見えましたか？早かったかな、大丈夫かな、見ましたか？どうだろう めっちゃ横にゃんカラーなんですよ、全身。スカートがこのピンクドット、ドットっていうんですか、ピンク色のカラーになってます。い、聞きながら出遅れました。大丈夫ですよ、ありがとうございます。水玉模様なんです。ピンクドットスカートか、スカート です。はい、似合ってますか？本当ですか？何のコスプレなんでしょうか？何だろうな、何なんだろう、ちょっと分かんない。横にゃんコスプレかな 横にゃんカラーコスプレ、パステルカラーですね。確かに60年代って感じ。でも確かに形とかなんかそんな感じがしますね。小人さん、おー、小手さんなのかな、いい感じ。おー、嬉しい。昔のアメリカ映画に出てきそう。確かに 何サイズだろう、何サイズだったっけな、ちょっと忘れちゃいました すいません。大好きなドットがアイドルしてます。大好き、間違えました、大きなドット確かになんかちょっとレトロな感じもして珍しいかなと思います はい、ポニーテール、本当ですね、ポニーテールでも良かったかもしれないですね。確かに
くまよこにゃん、ありがとうございます。ネタマニャンということで行きましょう。じゃあ西部劇に出てきそう。あー、西部劇って言うんですか、どっちだろう。ありがとうございます。まだ他にもまだ切れていないコスプレがあるので、またはい、他のものも着たいと、着させていただきたいと思います。ツイストダンスってどんなんでしたっけ、え、どんなんだっけ。可愛すぎる、ありがとうございます。あー、そうなんですよ、お兄ちゃんがちょっと前から来てくれてたんですけど、今日帰っちゃったんですよね。そうなんですよ、今はいないんですよ。ウェイトレスさん、あー、そうなのかな。私で来てくださった方もありがとうございます。ねえにするダンス、へえ、足をツイスト、へえ、ちょっとわかりません。うん、兄ちゃんとも久しぶりにお話たくさんできました。普段なかなかできないので、そう、お母さんと3人でお話して。はい、貴重な時間でした。うん、あ、用事があったわけじゃないんですけど、あの、はい、ちょっと今時間があって、やっぱなかなか来れないので、はい、来てお話とかできました。筋トレ派？ヨガ派？あー、ヨガ、うーん、筋トレは結構やっぱ空手を出す時に昔やってたんですけど、最近はあんまりやってないですよね。はい、ヨガもやったことあんまないんですけど、なんかでもマッサージとかストレッチとかはよくやってます。兄さんと熱く語りたいですね。おー、本当ですか。おめでたい配信だと聞いて、わー、ありがとうございます。今日はそうなんです、450日目で連続配信がよっ、レトロニャンコスプレをしております。はい、こんなにも楽しかったわって、嬉しい。お兄ちゃんはお母さんになんですよね、私はお父さんになので、あんまり似てないんですよ。紹介、あー、メモルさんもありがとうございます。リップは昨日と同じものです。はい、サンジャナイルみんなが横にはとにかく真面目って言ってた、あー、よく言っていただけるんですけど、結構抜けてたりマイペースだったりするんですけど。あんまやっぱ出ないんですかね。確かにテロップつけた方がいいですね。つけさせていただきます。え、うーん、なんてどうかな、コスプレ配信、コスプレ、コスプレ配信。なんか450日はね、テロップ出していただけるんで、途中からコスプレ配信中です。にさせていただきました。あ、あの450日っていうのは15分だったらあの出させてもらえるので、ちょっと違う感じにしてみました。今日はちょっといつもより長めに配信させていただこうと思います。はい、どのニャンの方が良かったかな、確かに。そうですね、なんか何の
ちょっと書き換えます。にゃん、コスプレ配信中です。よし、そうですね、そう、大悟さんもあんまりさせていただけてないので、はい、させていただきます。やっぱちょっと、450日入れようかな。はい、どうしようかな。入れた方がいいですよね。ドニャンコスメ配信中です。450回目。脳の調子は全然大丈夫なんですよ。はい、ありがとうございます。やっぱ入れます。すいません、ごめんなさい、ちょっと止まっちゃいましたが、大丈夫かな。すいません、ごめんなさい。あ、トントンガーでしたか、よかったです。よし、これで買えました。すごい買えちゃいました。平気ですよ、ありがとうございます。ありがとうございます。450回記念コスプレ配信でいきたいと思います。ありがとうございます。これはですね、レトロなヨコニャンカラーのコスプレです。ちょっと分かりづらくてすいません。はい、そうなんです、セーフです。そして今日はですね、良きです。あ、ありがとうございます。そう、今日はちょっといつもより長く配信させていただこうかなと思って、久しぶりにお絵かきタイムをさせていただきたいと思います。いいですかね、大丈夫かな。聖子ちゃんカートにしたら完璧ですね。おー、レトロな、レトロ声になりますね。よき子、あ、ありがとうございます。 OK 牧場サーティワンのアイスクリームみたい。確かに。そうですね。じゃあ、あ、足を戻して。あ、もう15分経ったんですね。ありがとうございます。450日です。ありがとうございます。じゃあ今から、お絵描きタイムをさせていただきたいと思います。久しぶりですね。早いですね、テロップ出るのも。おめでとう、ありがとうございます。はい、ファンクラブさんのね、ファンの方の似顔を描かせていただく企画は、そうなんですよ、もう描かせていただきました。皆さん、そうですね、また続いて、なんかね、他の皆さんも描かせていただきたいなって、結構楽しかったのですごい思いました。そうですね、お題はじゃあ前みたいに皆さんにリクエストでいきたいと思います。はい、ちょっと皆さんの意見、お答えできないんですけど、いいなと思ったの書かせていただきたいと思います。すいません、
何がいいですかね、何がいいですかね。今夜の夢にする紅葉、空飛びよ今夜。あー飛んでみたいです、空。思い出残ったファンの方東海で、ママニャン、あー前もなんか書かせていただきましたよね。あ、ね、青海さんお誕生日ですね。青海さんでもあの前そう書かせていただいたことあるんですよね。テレビ東京擬人化、難しそう。お兄さん、お兄ちゃんって書いたことあるかな、あれ、あ、ない、あれ、ないかもしれない、あ、ないかもしれない。あるいにフライングして消えてしまったサンタさん、面白いどうしようかな、鬼滅の横にゃん、おお兄ちゃんって意外と書いたことないですね。確かに。レズニャン、あ、でもなんかそうなんです。レズニャンちょっとお兄ちゃんになんですよね。なんかこんな雰囲気なんですよ。そうなんです。ウェディングドレスを着たお兄ちゃんすごい、あ、やっぱ数字書くと面白くないから、そうしてみようかな変かな、大丈夫かな、連想してみようかな、じゃあ喜んでるかな、え、なんだろう、なんのことかな、立ち報告お兄ちゃん、じゃあお兄ちゃんをお兄ちゃんでいきたいと思います。何、ディズニアンだとお兄ちゃん、なるほど、どうしよう、めっちゃ迷ってますね。じゃあ、あ、たくさんのお気ありがとうございます、いっぱい嬉しいんですけども、じゃあちょっとお兄ちゃん優しいので怒らないと思うのであの今回はあの レアっていうか、はい、特別にあの変になりますかね、ウェディングドレスを着たお兄ちゃんが着たいと思いますはい、コスも可愛い、好評だよ、嬉しい、ありがとうございます。じゃあそれで行かせていただきますはい、作品になってよくね、あーいいですね、難しそう、じゃあ今日はすいませんがそれで行きたいと思います。ちょっと書くとき結構集中しちゃうので、ちゃんとコメント特に拾いづらくなっちゃうんですけど書きたいと思います、書きます、イメージ、そうなんです、イメージが大事ですよね、お兄ちゃん、でもそうですね、花束ですね、いいよいいよって優しい、ありがとうございます、じゃあどういう感じかな、でもやっぱ照れてそうですよね、みんなに対して、難しいですね、急に帰ってきてくださいあーそうですね、そうですね、じゃあうん
します。はい、難しいな。いきますね、いきますね。どうしよう。お母さんになんですよね、すごい。集中しちゃう、どうしよう。お兄ちゃんはですね、昔モデルさんをしてたんですけど、兄ちゃんはすごい女の子みたいだったので、昔ちっちゃい時はい、あ、今来てくださった方ありがとうございます。よく女の子に間違えられてました。そうなんですよ。そうなんですよ、なんかモデルさんみたいなちょっとやってましたね。モデルワーク得意です。すごいすごい。あ、カラオケはまだなんですよ。あ、よし、教えてくださって。お兄ちゃん難しいですね。なんか薄い顔なんですよね。なんかちょっとお兄ちゃんなのかな。なんかなんか描けたんですけど、あんまなんか上手じゃない。なんか普通ですね。あ、でも描けました一応。なんかはい、透けてはないですね。これ難しかったですね。ちょっとなんかでも、あ、お兄ちゃんの雰囲気は知ってもらえるかなと思います。では行きたいと思います。お兄ちゃんのイメージ、イメージは何ですかね。なん
側なのかな、醤油っていうんですかね、なんか薄いかですはい、では行きたいと思います。行きまーすじゃーん、なんかめっちゃ普通な絵になっちゃいました。難しい。なんかウェディングドレスを着て撮れております。見えますか？見えるかな。みーちゃんおめでとうこんな顔です。こんな顔かな。うーん、太ももムキムキだってことが分かりましたあのそうなんですよ、はい、なんか競輪のなんていう、競輪部っていうんですか、こう自転車の部活に前昔入ってて、そうやってたり、あと空手やってたりもしてて、そうなんで筋肉質なんですよ。かわいい、かわいいですか山下みどりやんってはい、そうなんですよ。私もお兄ちゃんも筋肉質、お母さんも筋肉質です。はい、お母さんの血が受け継がれましたはい、そうです。顔はそうなんですよ、なんかシュッとした感じです。お母さんになんですよ。まみさんでくださいって、本当ですか。あの、あ、照れてる感じですね多分。やってれるだろうなと思ってそういう感じにしました。 AJY40 そんなに、そんな感じですか汗ですね。メンバーを描いた作品より可愛い、あ、なんかたまにセンター分けになってるんですよ、なのでそれを描きました。はい、お母さんは、テニスだったかな、テニスを学生の時にやってたって言ってましたね。はい、縁になりそうって、お兄ちゃんに教えしちゃいますか自分センター分け、あ、一緒だくびれが、あー、そうじゃん、お兄ちゃん、そうです、多分合うのか分かんないですねプリキュアみたいにも見えます、それはそれはどうですかね。もう一個ぐらい描けそうなので、ちょっとあの皆さん時間が大丈夫だったら、やっぱ描くときにちょっと不安になっちゃうので、皆さんがよければもう一回、もう一個何か描かせていただいてもいいですか。うん、自転車描きますよね、お兄ちゃん。あ、昔お兄ちゃんと、そうなんですよ、ピアノを習ってたんですけど、お兄ちゃんの方が、そう、お兄ちゃんは楽譜とかちゃんと読めてたんですけど、私は全く楽譜は読めないんです、やってたんですけどドリア作るお母さん、あー、なるほど、そう、今日ドリア作ってくれましたイチゴケーキは多分よく似た、どんぐり集めるリスさん、あ、リスさん可愛いですよね、こう口に入れてるの、あ、描きたくなっちゃいました可愛いですよね、ご主人さん、あはははは、あ、でもなんか、そうですね、一回描かせていただいたことあるのね、ペンギンの絵本、あー可愛い、ピアノちょっと弾いてたんですけど、あんまり得意ではないです。動物好きですね。紅葉を食べるバニーちゃん、あー、かわいい、そうですね、どうしようかな、アルパカさん、うん、リスさんにしてもいいですか、ちょっ
ょっと可愛いのが行きたくなっちゃいました。はい、にあの秋なので、はい、どんぐりを集めてるリスさん、可愛い感じで描きたいと思います。可愛い絵も好きなんですよ最近。あ、ねずこちゃんもいいですね、うん、では今回はどんぐりさせていただきます。はいどんぐりじゃない、リス、どんぐりを集めるリスさん、いきますね。それでお願いしますリスさん可愛いですよね。あ、なんかちょっと想像したの違う感じになっちゃった。なんかあれなんか変ですね。あ、なんかなんかちょっと変になっちゃったかもしれない。やばいですね。大丈夫かな。8匹飼っています。すごい。あれちょっと待って、どうなんだか分かんなくなっちゃった。あれちょっと待ってください、分かんなくなっちゃいました。会話ができます。すごい。ちょっと待ってください、待って。あれ、リスさんの口が、ほっぺたの印象がすごいあるんですけど、あれやばいですね。どうしよう、可愛く描けないかもしれないあー、どうしようかな。ちょっと想像で描きます。あ、あゆか姉さん、そうだ、椅子がですね、全然あゆか姉さんじゃないんですけどあれ、ちょっとそう、あやか姉さん、待って、あれ顔が、あれ、あ、なんかちょっと全然違うあれ、なんかあれちょっと想像してたのと全然違う感じになっちゃう。あれれれれれれれ、なんかなんだこの生物は。尻尾大きいですね、リスさん。尻尾もかわいいですよね。真剣です、真剣です、真剣。見えるかな、あともうちょっとなんですよね。尻尾がそうぐるぐるですよね。もうちょっと、鼻は、
ょっとリスっぽくはなってきたかな。ちょっとだけリスっぽくなってきました。え、もうちょっとです。もう少しです。待ってくださいね。よし、よし、書けました。すいません、お待たせしました。真剣でした。あ、でもリスっぽくちょっと見えると思いますこんばんは。ではお見せさせていただきます。いきますね。どんぐりをたくさん集めるリスさんの絵です。いきまーす。じゃん、リスさんこんな感じですよね。どうですか。お疲れ様です。見えますかね。そうそう、なんかあんま可愛くなっちゃったんですけどはい、いっぱい完成度高い。お、やったー。そう、口にどんぐりを入れてるんです。素敵、やったーありがとうございます。構図がいい。おー、やったー。そう、ちょっと口がちょっと分からなくてこんな感じになっちゃいましたあけやま、そう、どんぐり集めすぎになっちゃいましたね。素晴らしい、ありがとうございます。これはない、美味しくてこう、おいしい、いっぱい集めれて感動の涙です。これはそうなんですよ、おいしくて尻尾リアル。おうれし泣きですね。はい、あ、リスに言いました。よかったです。あつよあ、喉に集まってないんですよ。感動の涙でした。はい、カニさんそっくり、それはないですけどねはい、ということで、じゃあ今日のお絵かきタイムはここまでにさせていただきます。はい、今日はどんぐりをいっぱい集めるリスさんとウェディングドレスを着たお兄ちゃんですでした。あ、ちょっとなんか後ろのが映っちゃってますね。はいはい、ありがとうございます。欲張り、あ、なんかでも確かになんかいた気がします。大学年さんではないです確かに、あ、ありがとうございます。すいません、皆さんのちょっとね、リクエストにお答えできなかったんですけど、ありがとうございました。補足で見、あ、そうなんですよ、素足でウェディングドレスで、おこちらこそありがとうございます。じゃあちょっと今日もオートタイムをさせていただきたいと思います。古典で見たいです。古典、あ、古典も夢ですね。気をつく、本当ですか。今日はですね、今日のオートタイムは服がちょっと横にゃんカラーで、なんかちょっとこの衣装が少しだけなんか似てるなって思ったので、
その似てるなと思った曲を歌わせていただきます。初めて歌わせていただくのでちょっと間違えると思うんですけど、よろしくお願いします。はい、ではさせていただきます。ソングですね。はい、初ソング。昨日から声が元通りに戻ったので多分今日も大丈夫だと思うんですけども、今日はでもかわいい感じの曲なので、シブニャンだとちょっと違和感があると思うんですけど、シブニャンじゃないことを祈ります。シブニャンだったらすいません。バージョンアップしたみたい。ありがとうございます。音量を上げさせていただくんですけども、カチカチっていう音がうるさいかもしれないので、よかったら音量を下げていただけると嬉しいです。では上げたいと思います。いきますね。あ、今日マックスでした。曲も入れたので行きたいと思います。ちょっと間違ったらすいませんが、楽しんで歌わせていただきます。では聴いてください。どうぞ。出るかな。ばかりってごめんね。だって子供の私はイエイエイいくつ年打ったでしょう。甘えすぎても許してちょうだい。わがままコレクション、わがままコレクション、わがままコレクション。女の子だから、わがままコレクション、わがままコレクション。New face。
ラリンと張っているそのロープで赤ワガマアイのチーズ。え、ごめんなさい、やばい、全然あれ、すみません、あー申し訳ないごめんなさい。もっともっと無茶言って、もっともっと愛されたい、ハートのどこかに隙間があるようで構ってくれないと、スースーしてくる諦められちゃう境界線まで試してるの、イエスと言ってよ、やだやだ今すぐ、あれ取ってこれを取って、あれじゃなきゃこれじゃなくちゃ、あれしたいこれをしたい、ねえ早くワンツースリーフォー。ごめんなさい、ちょっと今日はめっちゃ間違えちゃいました。調整したんですけども、これはちょっと申し訳ないです、本当にわがままコレクションを出していただいたんですけど、あーごめんなさい、ちょっとあんまりちょっと歌えなかったです。ちょっとボロボロで、だいぶだいぶボロボロでした、すいません。難しかった、ちょっとあれですね、なんかせっかくなんか初耳で聞く、あ、本当でしたか。ちょっとあまりにも食べ食べすぎたのでどうしよう、せっかくのちょっと450日記念の配信、あ、450回目の記念配信だったんですけど、なんかちょっと違う曲を変えたんじゃないかないただこうかな、ちょっとこれではなんか申し訳ないですねあ、お前かお兄ちゃん、あ、そうですね、じゃあ発音の時はあれでいきたいと思います、それでいきたい、そうですね、ちょっともうリベンジ曲でもいいですかちょっとこの曲はもうちょっと練習してまた出していただきたいと思います540回の時に、あ、なるほど、反対向き、マルキ、あー、なるほど、いいですね。もう一曲いいですか、ちょっとリベンジさせてください、ちょっとダメでした、これはちょっとダメです、ダメでしたじゃあ今日はしぶにゃんではなかったですかね、あ、リメンジ、お時間とかちょっとあれの方全然無理しなくて、はい大丈夫です、あ、よくにゃんでした、よかったです。じゃあ今日は可愛い曲でいきたいと思います、じゃあよ横キーで横キーですかね、横キーでいきたいと思います、すいません、リベンジさせてください、もう一曲聴いてください、ではいきたいと思います、どうぞ、すいません、ごめんなさいバルニャンで行きたいと思います今
のバッグなんだか重くて、そう誰かに持ってほしかった。だからちょっと頭を絞ってハートをついてみた。甘いため息ひとつしっかりと見てお願いするの。悪にゃん筋肉を触らせてよ、どれくらい硬いの。女の子には興味津々、たくましさ見てみたいのよ。どんな感じなのかワクワクしてるわ。ジョアニトキンってセクシーだね、これも持って男らしいマッチョがタイプよ。でも本当はそんなことないけど、じっと見つめを立ててあげなきゃ何にも釣れないわ。こっちが頼むんじゃなくてやらせてくれって頼まれる。筋肉に抱かれたいの、いつの日かどこかで私のために頑張って。筋肉に抱かれたいの、折れるくらい強く胸が熱くなるよ。好きだって割れてるし、これも持って上げながら試すようにハンドを見るわ。悪にゃん筋肉を触らせてよ、どれくらい硬いの。女の子には興味津々、たくましさ見てみたいのよ。どんな感じなのかワクワクしてるわ。ジョアニトキンってセクシーだね、全部持って外させていただきます。すいません、最高でした。 ありがとうございます。そうですね、ちょっとはい、ワルニャンははい、ちゃんと出していただけて、はい、すいません、ありがとうございました。ちょっとね、わがままコレクションはちょっとダメダメすぎましたちょっとまた練習しますね、それ可愛い曲なのでちゃんとまた歌えるようにあざと可愛い、なんだっけ、ちょっと調べてみます。皆さんありがとうございます。ワルニャンも聞いていただいてありがとうございますはい、ということで、そう、日向坂46さんですよね。
とあんまり聞いたくないんですけど聞いてみますはい、とても楽しい。そうですね、1時間配信ありがとうございます。では今から発動させていただきたいと思います。あ、そうですね、じゃあどういう感じでいこうかなどういう感じでいこうかな。そうですね、ちょっとお兄ちゃんちょっと難しいので、バルニャーウィンク、あ、行きたいと思います。じゃあそれで今日は行きますね。行きまーす。ヤバニャーンウィーム、わーからのバルニャーンウィンク恥ずかしい、これは恥ずかしいですね。できてましたか、ウィンク。どうだろう、できてましたかね。できてました。ちょっとすぐ出ちゃって、すいません、縮小が難かったですよね、すいませんありがとう、ショコラ、あ、ありがとうございます。バルニャン最高、ありがとうございますじゃ、せっかくなのでまたあのお絵かきタイムで描かせていただいた絵をお見せさせていただいて、はい、終わらせていただきたいと思います。あ、お仕事今からの方も、あ、大変ですがファイトです。ではお会いさせていただきます。まずはウェディングドレスを着たお兄ちゃんとリスを集めた、どんぐりを、たくさん集めたリスさんです。こちらです。帰り時がちょっと眠くなってしまうの申し訳ないんですけど、そして今日はレトロギャンコスプレをさせていただいたということで、また、はい、全身お見せさせていただきます。最後にちょっと髪の毛がちょっと崩れてきてしまったんですけど、すいません。ツインテールのヤコニャンカラーの髪飾りで、あ、ちょっとこっちがすごい、すいませんで、お洋服はこんな感じです。お洋服コスプレです。よいしょ、こんな感じです。長いスカートです。はい、こんな感じになります。見えましたか。ロックンローラーありがとうございます。最強、嬉しい、ありがとうございます。可愛すぎる、嬉しいまたコスプレも着させていただきます。ああ、ナトゥイトさん、確かに。おお、4496人の方もありがとうございます。450回記念配信、ちょっとあのワガママコレクションだけちょっとあの申し訳なかったんですけどはい、とっても楽しい時間でした。ありがとうございます、ありがとうございます。50回待ってるね、ありがとうございます。明日からもまたよろしくお願いします。次は500回を目指したいと思います。あ、本当ですね、4500人の方、あ、横にあんだ1時間配信でありがとうございました楽しかったです。うん、4571の方になりました、嬉しい、ありがとうございます。明日からもよろしくお願いしますということで、皆さんちょっと遅くなっちゃいましたが、ゆっくり今日も休んでくださいね。寒いので暖かくしてください。楽しかったです、ありがとうございました楽しかったです、立ち方向、明日も頑張ります、ありがとうございました。